川越市立図書館は、埼玉県川越市が運営する、図書館、中央図書館、西図書館、川越駅東口図書館、公開図書館の4館を有する。中央、西、公開図書館は、一般的な図書館と同様、月曜日を休館日に定めているが、川越駅東口図書館は、火曜日に休館日を設けるなど、利用者に配慮している。 また2008年3月5日には、ホームページの更新が完了し、従来ネット環境では検索できなかった。AV 資料の検索が可能になった。さらに、携帯電話からの検索及び予約、E メールでの予約通知などが整備された。2019年12月システム更新、全館シャイス、ベビーカーの利用可能、本川越駅から徒歩15分の場所2959年に、 開館した。現在の建物は1984年5月に建て替えられ、2002年度をもって川越市立図書館から名称変更されている。川越郵便局、川越市民会館の近くに位置しており、近隣には、時の金屋北院、県立川越高校、初り球場などがある。展示室や、講座室を有し、楽譜を増書するなど、近隣市長の図書館よりも充実している。 インターネットの利用できるパソコンも備えており、名称通り総合的な情報機関として利用されている、一般書、自動書、郷土資料を合計した、蔵書数は52万5千冊、視聴覚資料7千タイトル、基本会館時間、引き日金曜日、9時30分19時土日曜日祝日、9時30分18時西図書館、川越市立霞ヶ関北小学校、 伊勢原公民館との複合施設として、霞ヶ関北小学校の移転時に開館。蔵書数では、中央図書館に AV 資料は、川越駅東口図書館に劣るものの、障害者奉仕の拠点として、録音資料などは充実している。また、伊勢原住宅地の中心にあるため、休日などの利用者は、非常に多い。蔵書数は10万冊。 障害者用録音資料4837タイトルカセットテープ436タイトル CD5346 タイトルビデオ4928タイトル DVD393 タイトル基本開館時間引き日金曜日9時30分19時土日曜日祝日9時30分18時川越駅東口から徒歩3分の6階建て複合施設クラッセ 川越の1から3階に位置する。通勤通学者の利用を考えて他館よりも、開館時間が長く取られており、中央図書館に次いで、インターネット用パソコンが備えられた施設でもある。蔵書数に比べ CD タイトルの量が豊富である点も、特徴的である。立地上越乱石が少なく狭いことが難点である。蔵書数は5万8000冊、カセットテープ526タイトル、 CD5707 タイトル、ビデオ4821タイトル、DVD432 タイトル、基本開館時間、月、水金曜日、9時30分21時の日曜、日宿日、9時30分19時2008年5月1日、新河岩駅から徒歩7分に完成した、複合施設、公開市民センターのうちに併設された、市内4番目の図書館。 新設図書館ゆえに、閲覧席の多さは、市内随一の65席となっている、蔵書数は、一般図書、自動図書、AV 資料を合わせて、約8万冊。基本開館時間、引き日金曜日、9時30分19時土日曜日、祝日、9時30分18時。ありがとうございます。